Don't touch me! どっせい！モリテツチャンネルではございません！モリテツチャンネル初のドッキリです！はい、皆さん本日はですね、モリテツくん、いつもバカのくせにね、翔太くんをね、あれこれと使い込んでるわけですよ。わかります？もう今のモリテツチャンネル、もう超金持ってるみたいなもんですからね。まともな教育チャンネルとしてのね、位が。どうですか最近、あんなにこき使われて。いや、もうなんかショーツほぼ私ですね。あ、そうですよね。もう全部あなたですよ。なので、今もちょっと最近ね、そういう悪いところがね、どんどんと拍車をかけてきているというところがございますので、ちょっと懲らしめてやろうという企画でございます。今回ですね、ドッキリの内容としましては、いつも通り、翔太くんが入試問題を解きます。解く問題は、早稲田大学社会科学部で、かつて大学受験入試史上最強と恐れられた会話問題を扱います。多分今の受験生は早稲田社学で会話問題があったってことを知らない人もいると思うんですよ。2014年まで出てたんですけど、本当にクレイジーなんですよ。だからそういった問題をちょっとこう今回企画として、アメリカ人の翔太さんがいらっしゃるので、実際のところどうなんだと、なんでできないんだと、この問題の難しさは何だったんだろうっていう、まあ過去のミステリーをこう解決していくような、そんな回にねしようじゃないかっていうのが建前なんですけれども、あくまでも建前。それをやりながら翔太くんがちょこちょことアメリカンジョークをかましていくんですよ。アメリカンジョークっていうのが俺もちょっとよくわからないんですけれども、で番組を盛り上げて我々を笑わそうとするんですけれども、肝心の森哲くん全然笑わないんです。でだんだんと機嫌が悪くなっていく翔太さん、そしてもう何問目かになった時に翔太くんブチギレます。そして森哲くんのその時の反応を見ると、で最後翔太くんは僕をビンタして、そしてドッキリのけじめをつけに行くっていう形になりますね。どうですか翔太さん、いけそうですか？いやちょっと怒ったことがあんまりないんで。頼みますよ、今日はあなたの鍵ですから。はい、頼みますよ。こんなこんなで、いや我々もねドッキリあんまうまそうじゃないので、どうなるんだろうか。では本編へ。おはようございました、モテチャンネルです。はい、はい、アイドル失格所属の神立翔太です。お願いします。はい、平田ゼア、皆さんこんにちは、早稲田法学塾代表の平です。はい、ちょっと待って、今回さ、いきなりこんな呼び出されてさ、俺も呼び出されてる側なんですけど、平さん一体何なんですか？はい、最近ですね、僕が結果を出せてないものですから、翔太さんがいらしている時に、まあ漁夫の利で自分が出てる回の再生回数を稼ごうと思って企画を用意いたしました。はい、ではやってみます。 Have you ever been mistaken for someone else? さあ、で、No で答える。 No。 これでも、一応いける。 No なら、No なら、No、 いける。 Of ってよく使いますね。 Of なくてもいける。 ああ、OK。 スラング系なら。なるほど。でも多分、ここで探してる正解ってのは、多分 E の方なのかな。そう、これ That I can remember ってことですよね。まあ、僕もすぐ E にしました。で、Actually, it's happened many, many times to me。 この many, many が2つあるのが、めちゃくちゃ日本人っぽいです。めっちゃいっぱいあるよ。Really?Just talking, right? Talking, joking じゃなくて talking. Talking. だから多分 D。You're admitting the truth, right? You're putting me on, right? You're doing what you do best. Right? まあ D しかないですよね。正解です。Oh, they say all Asians look the same. そう、Asians はみんな似てると。で、これでもなんだろう。消去法で解けますよ、ちなみに。はい、ということで、平さん、これは合ってたってこと？はい、合ってました。はい、素晴らしい。じゃあ、short conversation 2。How come you looking so depressed today? あら。They're from Seattle, I guess. そうね、天気のせいってことで。Due to the inclement weather. そうですね、調子が悪いってよく訳されるんです。Under the weather ってね。はい、ということで、A ってことですか。で、次が、In that case, you should try to look on the bright side.Toxic positivity, am I right? Always look on the bright side. I know what you mean, but that's surely not the only way. No. That's always the best solution, though. なんで? That's easier said than done. ああ、いや、簡単です。言うは優しい、行うはガタシ。まあ、これもじゃあ C で。C. It's easier said than done. ということです。正解です。いや、さすがですね。次が。翔子さんがちょうどほら、ウーバー頼んであげてください。ウーバー、はい、頼みます、頼みます。 Do we have school next Monday? As far as I know, I know. We do. Why do you ask? 解いちゃってるな。で、Yeah, it really would. I need a day off. あ、プラスのことを言ってるわけですね。じゃあ C かな。はい、正解でございます。はい、やりました。翔子さんがダンスレッスンの後で疲れ切ってる。ということで、森哲先生が例えばよかったんです、これ。ああ、い
いやね、そうね、いや難しい、ただ英語の先生じゃないとわからない感覚が多分どれが難しいかとかわかるから、感覚としてということです。はい、ヒロさんコメント。はい、ありがとうございました。それだけ。いや、Why am I here? はい、ということでした。はい、今日も夏から来ております。はい、ありがとうございました。バイバイ。はい、じゃあ、はい、キラさん、これご飯をあげてください。今日も夏から来てる。Why did I do these problems? They're kind of dumb. They say all Asians look the same. そう、Asians はみんな似てると。で、これでも、なんだろう。どのタイミングで言ったの？問題やって、中で、まあ、最初から、はい、チョコさん元気ないとかあんまないから。あそう、元気ないことがないから。だって今までも、ね、いろんなところでやってきてますから、ね、撮影してて。たださ、俺もちょっと言いたいことあるんだけど、我々も初めてのドッキリなんですよ。だから、頑張った方やで。だからそこをさ、なんか分かったら分かったでいいから、お前もなんかやれ。キラさんならお前だから黙って。マジっぽいリアクションにしたじゃったから、どうしますとかね。いや、だったらもう最後まで騙してほしかった。気づいてたとか言わないから。しっかり最後まで騙してほしかった。え、なんだもうすごい。だから、チョカさん見てないから、リアクションを。キラさん。俺何してた？途中途中に、こんなことやらないだろう。あれがダメだったの、バレたの、途中からだってこんなリアクションしないじゃん。ただ、チョーカがちょこちょこ入れてくるコメントあったじゃないですか。あれはね、ちょっと俺笑いをこらえる必死があった。ちょっと言わないもん、Why am I here? とか言わないもん、チョーカ絶対言わないもん。ちょっと、あのね、ちょっと傷ついたし。だってすげえ顔怖いんだもん。だから、ね、どういうオチにすんのかなって思って。本来であれば、笑わない設定だもん。で、気を使って笑ってそれで、キャケットでは、笑っちゃった、うん、そうそう、だからここで先生に怒ることができないし、でも言うて悪いことするわけでもないから、どうしよう。いや、でもさ、聴覚が良くなかったよね。なんかさ、最後、これどうなるんやろみたいなことが分からなかったよね、ちょっとね。いや、でも、私のタイミングで触ってきたほうがいいかな。そうそう、そうね。ああ、なるほど。ちょっと、絶対ないわ。あとね、もう一個言わせてもらうと、なんか問題のことディスってたけど、問題選んだのは聴覚です。
なんかいろいろ会話が膨らみそうなやつだよ。なるほど、そういうことなんだ。聴覚に分かるわけがないじゃないですか、どこまで。日本人の感覚、うん、まあほら、あの本件は何がポイントって、ドッキリがポイントであって、入試問題の面白い解説をするのがポイントではなかったので、そうそうそう、こっちが。ということで、ドッキリは大成功でした。いやいや、どこが大成功。